もちろん音のクオリティも下げたくないし、要はサウンドに嘘はつきたくないですけれども、自分のその出す音と向き合って探せば、人が必要としているもの、人がこれに救われるという感動させられるそのすべというものがあるっていう、ずっとなんかその信じてるものがあって、絶対にそこに行きたい、そこを見たいですね。はい、一番最初音楽に出会ったのは中学2年の終わりくらいだったと思うんですけど、あの学校祭でバスケットボールの顧問の先生がドラムを叩いていて、それがものすごくかっこよくて、でそれで自分がこうドラムっていうものに興味を持ち始めて、そっからですかね。ドラムはもう本当にすぐ叩けました。やっぱりロックバンドですね。高校生の2年生ぐらいの時に洋楽でグランジ、ニールバーナとかミクシャーって言われていたあのレッドホットチリペッパーズとか、その辺の音楽がこう耳に入ってきて衝撃を受けちゃって、音楽作るんだったら自分が歌いたい、自分がメインで始めたいっていう、その衝動でギターを持った感じだったので、最初はやっぱりその憧れのものに自分を寄せたい、そこに行きたい一心でやってたんで、まあボーカルもあのがなって出したりとか、まあできないながらも本当寄せたくて無理してしばらくはやってたと思いますね。そうですね、幼少期の頃は祖母が詩吟の師範をやっていて、で生徒さんたちもたくさんいる中で僕も交わって教えていただいた。でその時はその詩吟に対してどういうものなのかとか、その面白みだったりとかっていうものは自分の中では感じられてはいなかったんですけど、で歌うようになって、その節がこう詩吟っぽいとかっていう、まあ、和風な印象を持たれてる方も多かったり、でも自分はそういうつもり一切なくてずっと来たんですけど、でも今になってなんとなくその頃の影響ってあるような気がしていて、はい、すごく感謝の気持ちがあります。一人になったきっかけはやはりメンバーなんですが、僕の音楽信じて一緒についてきてくれたドラマーが辞める決意をして、その時に自分が音楽を辞めるってことは絶対にありえないってことはもう分かっていたんで、続けるのは間違いなく続けるんですけど、本当に家族のようなものなので、もうメンバーと一緒にこうやるってことは自分にとってもうできないかなって、なんですかね、諦めが一つそこでぽっかり穴が開いたっていう表現なんでしょうかね、ありました。本当にマイナスな時とかすごく落ち込むことだったりとか、やる気をなくすこととか、モチベーションを落ちるとかって絶対にあるんですけど、でも本当に自分は音楽が好きで、もうこれしかなくて、このためにはもう本当にいくらでも苦労できるっていう気持ちでいるんで、もう楽しむしかないかなっていう状態ですね。最初はやっぱりその歌詞っていうものに関して、やっぱり伝えたいって思いもどんどん強くなってくると、それこそもう本当に裸にしなきゃいけない部分もあるし、恥ずかしい部分もやっぱりあるんですけど、やっぱ聞かれないと、その人の胸の中に入っていかないと本当価値にならないっていう気持ちがどんどん強くなっていったので、なのでやっぱり伝える言葉もシンプルになっていって、自分が本当に本音で言える部分を洗い出すと、そんなにたくさんもなかったんです、自分にとって伝えたいものっていうのは。本当にそれを伝えるっていう、そういう感覚ですよね。